リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリンドです。はい、まずこちらの動画ね、Facebook に先行で上がっているとは思うんですけれども、後に、YouTube に上げる形になります。なので、YouTube でご覧の皆様は、よろしければチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらのフォローお願いいたします。ということでね、本日は実証実験が成功しましたということで、そちらのご報告していこうかなと思います。で、実証実験何かと言いますと、3日間この子たちにねお留守番をお願いする形に、今回正月なりそうなので、その実験結果っていうところでちゃんとしたご報告動画っていうのを撮ってなかったので撮っております。なのでちょっと他の動画でも先にね刑事改造しましたみたいな話出てるとは思うんですけれども、実際のね結果っていうところを詳しく映していこうかなっていうところでございます。で、変えたものっていうのはこの水のね給水ボトルと、そして下のところのご飯入れを変えました。で、まあね毎日ちゃんと家にいてご飯の、入れ替えとかができるのであれば、この辺こういうような100均に売ってる器でもねご飯問題ないと思うので、まあ1日分1回分とかの入れ方にはなると思うので、なんていうんですかね、特にどっかに出かけず毎日家にいるっていう方であればわざわざこの形にしなくてもいいと思います。で、今回ね私がその3日間実家に帰るっていうのもあって、で今回ちょっとペットホテルもねいろいろ探して、で実際お問い合わせとかもしたんですけれども、ちょっと対応がねあんまりいい感じがしないなと私が思ってしまったので、預けるのではなくてちょっと家でお留守番できるような状況を模索しようっていうところで今回計画したものになります。実際預けられる人がいたりだとか、もしくはペットホテルとかね信頼できる場所があるのであればそっちを利用する方が一番安心なんじゃないかなと思います。で、今回私はこの実験結果を通して、実験結果が良ければまあその状態にしてペットカメラをね、ペットカメラというかウェブカメラをパソコンから引っ張ってきて、まあ、この辺にねカメラを全員設置して、実家に帰りパソコンでねそれを確認できるように、パソコン遠隔でね家から家というか実家から携帯電話を通して遠隔で見ることができるので、Google さんのサービスにあるんですよ、そういうのも。なのでそのサービスを利用して実家でね見ながら様子も見れるようにはしていくので、まあそういう万全な体制を取った状態でやっていこうというところなんですけれども、でそのためにまず3日間ご飯と水がね問題ないかどうかっていうので実証実験しました。で、まず給水ボトルの方からちらっとお話していくと、これは普通にまあワンちゃん猫ちゃん向けのこうカラカラカラってタイプの水の飲み場ですねに変えました。で、最初うちの子たちは普通にこういうボトルじゃなくって器でね水をあげていたので、こういうの慣れるかなと思ったんですけど、全然普通に慣れて飲んでくれてるっぽいですね。1個前の動画でウィンちゃんがね飲まないのであれっていう動画出してるんですけども、この間ウィンちゃんがねそれを飲まなかったとしてもミルクでねちゃんと補ってるっぽいので、まずはってところですね。ウィンちゃんがこれから覚えていって実際に飲んでるところを見れたらそれはそれで安心できるかなっていうところなんですけれども、おそらくミルクお母さんのお乳を飲んでる状態だとは思いますので、よくお母さんがねミルクを飲まれてる時のチチチチっていうミルク泣きですね、授乳してる時の泣き声を聞くのでミルクで飲んでるかと思います。で、水の減り具合ですけども、3日間でこれぐらい、ここ2匹いるケースですけど、ケースというかケージですけれども、3日間でこれぐらい。こっちはそのウィンちゃんがいるところなんですけども、ギョロメちゃんですね、お母さんが結構飲んでこれぐらいまで減ってるみたいですね。で、次にこっちがハルとハロ、ハルとウララ、ごめんなさい間違えました、ハルとウララちゃんがいる、男の子同士のケージですけれども、ここでこれぐらい、結構この子たちは飲むね3日間でね、っていうところでございます。はい、なので給水ボトルに関してはまあ問題なくで、新鮮なお水もねこのボトルだったら飲んでもらえると思いますので大丈夫かなというところでございます。先に餌入れ、実際にね出していきましょう。で、軽くねちょっと拭いちゃったんですけれども、餌入れに関してはこの辺にねうんちが溜まってることがあります。あとはペッペカスって言って中のこのこういうカスね、これ
回ねお口の中でこうアムアムアムってした後にちょっとこういうね、なんだろう、塊を口からペッて出すんですよ、袋ももがあって。でそのペッペカスも外にほとんど出ることがなくって中に入ってますね。で、まあ、袋ももがじゃないし、こう食べてペッて出すんですけど、このペッて出したカスも後で食べることが結構多いんですね。私は食べてるなと思って、そのペッペカスすらもこの子たちがっていうのは見ていたので、まあ、ペッペカスに関しては後でまた食べるでしょうというところでございます。で実際ペッペカスとうんちの比率を見ていくと、うんちちょっとね、まあ、なんかに混ざってるのもありますけれども、結構外にちゃんと出てますね。ここにもペッペカスは少しペッペってしたカスはありますけども、カスの量は3日間で考えるとかなり減りましたね。うん、こっちは、あ、ここも減ってるね。だここやっぱりうんち量多いね。なんか男の子うんちする回数多い気がしてる。あとここは給水ボトルのその水受けの中にうんちが入ってますね。はい、こんな感じでね、中にうんちが混ざりにくいようになってますね、やっぱり。うんうんうん、問題なさそう。うんちはちゃんと外にいっぱい出てますね。はい、で、まあ、こういう形にした理由なんですけども、これ蓋がない状態、こういう状態ですね、だと、まあ、中に入ってこうやって掘っちゃう子ども多いんですよね。でこの中にドンと入っちゃうので、この中でご飯バクバクバクって食べて、その子その子にもよるんですけど、ご飯食べながらうんちする子もいるので、するとここでご飯食べてバクバクバクって、でお尻この辺にあるので多分そうなると、するとねここの辺でうんちしちゃうんですよ。するとうんち混ざっちゃった状態の、衛生的に問題があるもの、あとおしっことかもしちゃうんですよね中で、っていうのでこれをつけております。これをすることで顔だけ入れてお尻出てるっていう状態、中に潜ってること今のところ見たことないですね。この中に入り込んじゃって体が全部入ってるみたいなことは見てないですね。なので顔だけ入れてご飯食べてることが多いです。するとねお尻が外に出てるんで、必然的にうんちは外側に出るようになります。まあちょこっと混ざったりはしますけど、本当にちょこっとですね。でおしっこが混ざってたりすると餌が湿っぽくなるんですけど、実はそれがね全然ないんですよ。カラカラって言うとあれか、なんて言うんだろう、餌もちゃんとサラサラなんです。こんな感じでわかります？こうパラパラパラっていう感じで、はいですね。なので中でおしっこはしてないみたいです。湿っぽいっていうのは、うん、ないですね。結構カラカラな状態ですね。うん、まあ、ただペッペカスはやっぱ多いね。上の部分はほとんどペッペカス、これ食べた後のね口から出したカスですけれども、ペッてしたカスが多いですね。でうちのご飯はですね、ちょっと自分でブレンドしていて、もうブレンドしたやつになっちゃってるので、その元が全然なくてこういう状態なんですけど、モモンガセレクションに、少しひまわりの種と、鳥ちゃんとかの皮付きのタイプの穀物というか種と、そこにマルベリーのカルシウムパウダーと、ゴートミルクですね。で少しキャットフードを混ぜて、コーヒーミルで粉状にした状態の餌を与えております。結構みんな食べてくれてますね。で、まあ、ペペカスもねこうやってなっても食べてくれるので問題なくですね。まあ、あと最悪ですね、ペペカスばっかりになっちゃった時はペペカスをコーヒーミルでまた粉状にしてあげればこの子たち普通に食べます。まあただこれに関しては衛生的に気になるっていう方もいらっしゃると思うので、本当に私の家庭のみと思っていただいた方がいいと思います。私はちょっとリサイクル問題ないなというところで、匂いとかも嗅いで、例えばカビっぽくないとか、一回口には入ってるので唾液と混ざっちゃってることはあると思うので、そういう部分も確認して何て言うんですかね、衛生的に問題ないかっていうのも私の中の基準として行っていて、特にうちの子それを行って体調を崩していたりだとか下痢をしてしまったりっていうことは一度もないので、私はそうしてます。ペペカスがいっぱい外に出ちゃってるとちょっと何て言うかね、もったいないというか、私はそういう気質ではあるので、なんかちょっともったいないな、ご飯せっかくねいっぱい用意してあげたけど
半分ぐらい食べられていないで食べかすとして捨てられてしまってるっていうのはちょっともったいないので、全部ちゃんと食べていただけるようにペッペカスすらも私は再利用するようにしてます。まあうちの子たちそれでも食べるんで、まずはその食べるか食べないかというところが大事だと思うので、はい、そんな感じです。で、ちゃんとこれでご飯食べてくれて、3日間私本当に丸3日何もしてないです。このケージ、餌の入れ替えもしてないし、水追加したりとかもしで言うと、まあ、そのケージからこの子たちを出して遊んだりっていうことはしてますけど、一緒にね、肩に乗せたりとか体調の確認したりっていうのはしましたけど、それぐらいです。ケージのメンテナンスっていうのは全くしてないです。例えばペットシーツの上のうんちを取り替えたりというか、取り替えはしない、捨てたりとか、あとは水入れ替えたりとか、ご飯追加したりとかはしてないですね。強いて言うと、おやつ欲しそうにしてたからマシュマロをあげたよくらいはありますけど、ほんとそれぐらいです。それ以外の、メンテナンスらしいメンテナンス、ご飯入れ替えたり、ほんと水入れ替えたりっていうのは全くしてないです。ただその状態でも健康に生きているので、この状態でいけば3日間のお留守番はできそうかなと思います。うんちの混ざりもかなり少ないですね。ほんとこうホリホリしてあるかなっていうところ、全然ないね。うん、さっきちょこっとあったぐらいで中にほとんど混ざってないし、パウダーのこのフード自体ももうサラサラのカラカラな状態ですね。なんか湿っぽいっていうのも全然ないので、問題なさそうですね。まあこれに関しては私の家庭、あと今回のね、3日間帰るっていうのも合わせての実証実験になりますので、まあ皆さんが真似するっていうのは、まあ、参考程度にしていただいて、真似していただいてもいいんですが、ちょっと責任は持てないですよっていうお話ですね。これはね、一部の例として皆さんに共有する、お話として共有させていただければなと思うので、積極的に真似してくださいとか、こういう飼育の仕方してくださいっていうわけではなくて、うちではこういうことできましたというご報告と、まあ、参考例としてですね、上げさせていただければなと思います。まあ、実際に実証実験してみた方がいいです。こういうふうに3日間何もしないでみたいな感じ でプラス3日間この部屋に関してはそこね、締め切りができるんですよ、その蛇腹のそれで。で締め切って、基本的には締めるようにして、そして暖房はね、立たないようにします。暖房がですね、あれ1個出てるでしょ、外に。普段はですね、蛇腹の中にあるんですよ、あれって。私のお部屋を温めるために。ただね、蛇腹閉められるように、外に入って、こういう風にね、外に出るようにしちゃいました。はい。で、暖房っていうのは基本的につけずに、この子たちのケージの保温は、後ろにあるひよこ電球と、見にくいんだけど、見にくいってか、ほとんどあんまりわかんないんだけど、背面にパネルヒーターを1枚貼り付けてるんですよ、上も下も。なのでそのパネルヒーターとそのひよこ電球ね、で保温して、で管理しております。でその状態で3日間放置ですね、本当に。まあ放置といっても、私はこの家にいるので一緒に確認しながら問題ないかなっていう実験をね、毎日経過観察っていうのを行ったんですけども、ケージ内がですね27度から28度キープできておりました、暖房足りてない状態でも。で、この部屋の室温がですね、最低温度で10度ぐらいまで下がりましたけど、お部屋自体はね。でもこのケージ内っていうのは27度キープできてました。なので、問題ないかなと。でそれ以上寒くなるっていうことも、室内の温度っていうのはそこまで下がらないかなと、マイナスにはならないので、なので特には問題なく生活できるなというところですね。1桁台9度とかの日もありましたけど、まあとりあえずはって感じですね。で私はその中で暮らしてて、私自身は寒かったです、寝室にいる時は。なので着込んでました。スキーウェアの下履いたりとかしながら着込んで実証実験しましたね。あと寝てる時にどうしてもね、頭が寒かったり耳が寒かったりでちょっと頭痛がしたりはしましたけど、まずはね、この子たちの実験という形で3日間ね、ストーブは炊けないので、火がね
出るものなので火事になってしまう可能性があるじゃないですか。なのでそれはできないので、今までのね保温の状態でいけるのかっていうのは確かめておかなければならないと思ったので、自分の身を削ってでもまずやらなきゃなと思ってやりました。でその結果、お留守番させられそうっていうところまで来ましたので、はい、そんな感じでございます。なので3日間はねこの子たちをお留守番していただいて、やっていこうかなっていうのと、正直な話1個成果としてはご飯を3日間ぐらいは入れ替えしなくても全然余裕だというのが分かったので、この子たちのメンテナンス自体も私がちょっと楽になりそうっていうのが成果ですね。はい、寒い思いしましたけど、私はね、でもこの子たちの健康被害っていうのはなさそうなので、まずはこの調子でやっていこうかなっていうところでございます。ちょっとね実験結果として皆様にね共有できたらなっていうところでございます。ただ再三言いますけれども、真似をしてくださいというよりは実証実験の一個のね参考例としてこの動画を参考にしてみてください。真似していただいても全然いいんですが、私はね真似した結果なくなっちゃったじゃないかなんて言われても責任は取れませんので、それに関しては自己責任で行ってください。私も自己責任で実験を行って、実際に、こういう結果が得られたよっていうところでのご報告と皆さんへのね周知っていうところになりますので、真似したからなくなったと言われてもちょっと責任は持てませんから、そこだけは重々承知していただけますと幸いです。はい、飼育の仕方に関して正解はないと思うので、その自分のねやりやすい方法だとか、その状況に合わせてやってみてください。私は今回ね実家帰るっていうところでホテル預けるのが難しかったとかっていう、預ける人がいなかったっていうところで今回ねこういうやり方を取ってみたよっていうところになりますので、参考例として考えていただけますと幸いです。はい、本日はねそんな感じでちょっと実際のね実証実験後のお話でございました。よくよく考えたらですね、実証実験後のこういう細かい説明をした動画っていうのをねアップしてないというか撮ってないなと思ったので今回撮らせていただきました。はい、まずは参考にねしていただけますと幸いです。はい、本日は以上となります。もしよろしければねこちらのチャンネル登録高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらフォローお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。